そういったものを見つける、そのためにやっぱりたくさん失敗もしないといけないし、努力もしないといけないし、数もこなさないといけない、でそれって別に苦労ではなくて、何か自分をね、自分を見つけるっていう意味では、全てがもう稼いだ。そうですね、本当にこう今聞いている方々にやっぱ僕ら夢を与え、夢を持っていただきたいというか夢を想像してほしいんですよね。で、とかくやっぱ夢がないっていう、ね、若者多いんですよ。ただなんか夢ってものすごくでかいものっていうイメージあるじゃないですか。確かにその大きいものを持つことも重要だと思うんだけど、本当にこう小さな夢の積み重ねみたいなのって、福田さんの場合ってこう、ね、会社の数も実はこの一社ではなくて、今何社あるんでしたっけ？まあもうざっと表に出せる、表に出せる7社ぐらいほどは表に出せるやつ、稼働してるっていうか、きっちり事業が行われてるのが7社ほど。そういった全部あれですか、コンサルに関わるような仕事っていう形？そうです、まあ商材ごとに専門性を持って、まあ、それずつ作っていってる、まあでも見方によればまあ部門とかね、事業部でもいいんでしょうけれども、まあ、それにもちょっと目的というかね、他の意味もあって、まあ、一つの事業部でやるというよりも、まあ、そういった会社をたくさん作ることによって、私自身が今ね代表やってる会社はもちろんそうなんですけど、これをやることっていうのは、まあ、そういった会社をね、この若い世代とか、そういう人たちに、まあ、一つのチャレンジとかチャンスの場として、どんどん提供していきたいなっていう、そういう思いもあるんですね。まさにね、そこのコンセプトが一緒なんだよね。なるほど。うちらもコアな部分っていうのは、キャリエンタという会社がありますけど、まあ、大体してこう、要するに分社化していくとか、そういうのを、まあ、学ばせていただいてるのが、キーパーソンは福田さんなので。なるほど。ありがとうございます。はい。まあ、その中で、まあ、共有する部分っていうのも多々あるじゃないですか。だから今時の若い人にね、福田さん的にもう夢って言ったらどんな話をしたりですか？いや特に、ね、無理夢を探す必要もないと思うんですけどね、まずは経験していくこと、いろんなことをチャレンジして、よくスタッフにも言ってるんですけど、自分の得意を見つけたらいいんじゃないっていうね、まあ、人よりもちょっとでもね、できるであるとか、やってて、まあ、うまくできなくても楽しいとかね、ワクワクするとか、そういったものを見つける、そのためにやっぱたくさん失敗もしないといけないし、努力もしないといけないし、数もこなさないといけない、でそれって別に苦労ではなくて、何か自分をね、自分を見つけるっていう意味では、全てがもう糧になってくるので、そういったチャレンジをたくさんしていってほしい、そういった中でそれを突き詰めていくのが夢なのかなっていう。夢って後から出てくるものでもいいんじゃないかなっていう。でさっきねおっしゃってたように、大きい夢を持たないととかね、目標を持てとかね、夢は何だってよく聞かれることもあるとは思うんですけど、まあ、そこで答えられる方はもうそれでね、いいんですけれども、まずは夢を探すところから始めて、それのきっかけが得意っていう、見つけて、いろんなことができなくていいんです、私自身もできることってすごく限られているし、スタッフとか社員とか仲間とかね、育児たちもそうなんですけど、皆さんの得意を少しずつ分けていただいているような、これは本当にそんなイメージですね。全く同じじゃないですか。うちの会社なんかでもそうですけど、得意な部分だったら 90% やろうよと、苦手な部分でも 60% は頑張ろうよと、でその差額を得意な人に埋めてもらえばいいよね。そうですね。まあ、それは逆に言うと、うち会社を超えて福田さんとことうちってはまさにそういう関係なので。そうですね。だから会社って枠がこれからちょっと変わっていくんかなって僕は思っていて、まあ、それが一つの総合体になるのか、例えばホールディングスになるのか、それとも、それをアライアンスっていう形で得意な部分で、だからなんか僕と福田さんが話してていつもよくあるのは、ほぼどちらも大阪と東京に行ったりするんだけど、接点がほとんどないんだよね。ないですね。まさに逆、なのに何か肝心な時にはきちんと重なれる、というの で会社も別だし、でも各々の会社の、まあ、お手伝いをするっていうスタンスも同じだし、そうですね。そういった形が僕ら共同体っていうか、まあ大きな船で言ったら大きな船に一緒に乗ってるっていう感覚があるって僕は思ってるんですけど、その辺どうですか？そうですね。だから本当みんな思っていただきたいのは、
っぱ縁とかね、うんうん、そういうのって必ずあるから、うんうんうん、ただそういうのって前向きにね、うん、一生懸命いろんなことをチャレンジして頑張ってる人にしか来ないっていう前提はあるんですけど、うんうんうん、必ずあるんで、うん、本当に困った時とかそういう時っていうのは、うん、今日がまさにそうですよね、うんうん、そうです ね, ね ジョーカー登場、うん、ただ、ね、あの僕は事前から用意してるジョーカーなので、そうなんですね、こういう時のためにはい。なのでジョーカーをすあの 早めに使ってしまった気分ではありますけどでも本当一箇所にとどまってないことも多いので、うんうんうん、この時この時間ここにね、うん、いられるっていうことが、うん、やっぱり縁があるんだなっていう、うんうん、そうですね、お互いがお互いに必要だと思う時にはいるもんね、うん、だから唯一は信じるってことじゃないですか、うん、信じていれば大丈夫、うん、今なくても必ず現れるし、うんうんね、先ほど前向きに動いてることが大前提だけど、うんうん、そうすれば必ず助っ人現れると、うんうん、それだけは信じるっていうことが大事かなっていうふうに思いますね。まさに信じる力しかないもん、ね、力しかないです、まあ、いつも言ってますけど、うん、お互いがお互いを信じているので、うん、例えば本当に何かのミスがあっても、うん、それを次のものでカバーするっていう感覚 で、うん、そうですね、いるじゃないですか、うん、だからそういった部分で言うと、例えば何か友達のような感覚で、うん、何かを信じ、まあ、信じるっていうのも信じきるっていうのも、うん、あのその信じる強さっていうのが、うん、あのやっぱり夢につながっていくのかなっていうのも僕も思いますね、うんうん、本当それワクワクするもんね、ワクワクするんです、楽しいよね、楽しいです、だから何か知らないけど楽しい、ワクワクするっていう会話がいつも出てくるっていうところは十分あると思います、うん、で我々がワクワクしてればね、うんうん、やっぱりスタッフとか社員とかっていうのに所属人たちも絶対ワクワクできると思うし、うん、まあ、そういった姿を見せることだけでもね、うん、少しは役に立ててるのかなというふうには思ったりしますけどね、はい、まあ、今日はビジネス的な話を非常にしているので、はい、あれですけど我々はあの共通でゴルフっていうのもあるし、そうですね、海外旅行っていうのもあるし、なんか今行けないですけどね、今年はちょっと早く行きたいなとは思ってますけど、ね、はい、まあ、そういったの本当に共通点が非常に多いというところにおいては、うん、いろいろね、ただあの僕にブレーキをかけるのも福田さんだから、そうですね、どちらかというとあの、うん、超特急で僕が進んでしまうので私も同じようなこと言われるんですけどね、うん、だからそういう、まあ、仲間っていう形、うん、だ友達ではない、本当に必要な時に必要な形である仲間っていうのを持つのも、うん、ある意味夢に近づくことなのかなと、多分分かってること、知ってることでたくさんあるとは思うんですけど、うん、やっぱ客観的に物事を見るってやっぱり難しい、うん、まあ、そういう分かってる知ってることだったとしても行動に移せるかどうかは難しい、うん、まあ、そういったところを少しでもね、うんうん、まあ、嫌な話でもさせていただければ、うん、まあ、それはそれでいいのかなっていうまあお互いにそれは信頼ありきの話ですけどね、うん、あれば何とでもなるよっていうのはやっぱありますよね。まあ、ちょっと結びをつけるとすれば、うん、我々は、うん、期待をするというお互いの行動だけど、うん、最終的に当てまでしないっていう、はい、こういう感じだよね、うん、だ期待はするけど当てにしないっていうのが、うん、逆に、我々が自分自身を成長してきたことのような気がするんだけど、ね、まあ、それにおいては今現在福田さんが、うん、いてくれたからこの光電太があったって言っても過言じゃないし、そうおっしゃっていただければ、実はスポンサースキームの生みの親は、はい、福田さんなわけで、結果論だからうちの重要な、ね、あのポジションになっていただいてます、はい、それを10倍ぐらいに広げられてるからすごいなっていつも関心はしてるんですけどもねすいません、置き去りにしてしまうことも多々あるんですけど、どんどん伸びてください、はい、まあ、今後ともお互いの会社っていうか、うん、お互いの人と人で成長させていただけるという、ね、周りを巻き込みながらね、はい、していきたいなと思いますね、はいはい、こんな形で、本日のですね、ゲストは、株式会社 T&G ホールディングスの、代表取締役であります福田和久様においでいただきました、はい、本日の夢しか叶わないのパーソナリティは井口道夫でした。ありがとうございました。ありがとうございました。サイバージャパンダンサーズの金井さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナになって今新しく YouTube をっていうジャンルに挑戦できたことが逆にすごい良かったなと思って。